小宮山吉則は、日本の政治家。青森県三沢市長。元青森県議会議員。元三沢市議会議員。青森県大三沢町出身。三沢市立岡三沢小学校。三沢市立第一中学校。青森県立三沢商業高等学校。帝京大学経済学部。八戸学院短期大学幼児教育学科卒業。 2000年に三沢市議会議員に初当選。2007年に青森県議会議員に初当選。議員時代は自由民主党に所属した。三沢市長の種市一生の後継指名を受け、2018年12月28日、任期満了に伴う市長選挙に立候補する意向を表明した。2019年の三沢市長選挙には小宮山と 元市長の鈴木茂礼の長男で、元市議の鈴木茂正が立候補した。自民党籍を持つ小宮山と鈴木は、東三沢市支部に推薦申請したが、同支部は共に推薦しないことを決定した。小宮山には市議10人、鈴木には市議6人が支援に回った。市長選は6月2日に執行。小宮山が保守政界を2分した激戦を勝ち抜き、初当選を果たした。 6月17日、市長就任。当日有権者数32029人最終。投票率69.09%。ありがとうございます。